弓張岳。弓張岳は、長崎県佐世保市にある山である。標高は364メートル。佐世保市中心街から見て、西側にそそり立っており、南から弓張岳、田島岳市、361メートル、小間額、445メートルと連なっている。頂上付近には、坪井義勝が手掛けたコンクリート屋根の弓張岳展望台があり、 佐世保市街や米軍基地、SSK のドック群西側には九十九島を見ることができる。再開国立公園にも指定されており、佐世保を代表する山の一つである。佐世保市内でも有数の観光名所であり、多くの観光客や市民が訪れる。特に夜景が美しく、有志で作る夜景百選にも選ばれた。駐車場の北側、階段を少し登ると、 旧日本海軍の主要拠点であった佐世保鎮守府の防空のために設けられた円形の砲台跡がある。西九州自動車道佐,佐世保道路が弓張岳をトンネルで貫通している。トンネルの名称は弓張トンネル。弓張岳の観光開発は戦前のうど萌え開発機と再開国立公園制定時の山頂開発機の2エリア2機に対別できる。 軍港を見下ろすことなく、九十九島の絶景を見下ろせる絶好の観光スポットとして見出されたのが、弓張竹六合目の宇戸越であった。1916年、大正5年、道路開発調査のために宇戸越を訪れた、実業家の松尾良吉が九十九島の絶景を発見し、観光地下を思い立ったと、北村徳太郎は語っている。松尾は、今理事市の畜産業者で、 佐世保で牛車による運輸請負いで財をなし、さらには道路建設や道路標識設置などに手を広げて運輸流通業に貢献している。うど越え探索を機に松尾は観光地建設に没頭し弓張りだけ観光のルーツとなったとして北村は松尾を検証しているのである。北村らが発起人として混流した松尾の検証費はうど腰橋手前の広場に現存する。 松尾が開発した旧ルートは、現 SSK バイパス沿いの三船保育所前からほぼ一、直線に上る一車線の細い道である。戦前は、石田と式で桜並木が整備され、カゴカスギも待機していた通称、桜道であった。舗装は、市道との合流点で途切れるが、旧道はさらに続いており、新蘭症人像が立つ広場まで続いている。ここまでは、 タスクローザカの通称がある。1918年、大正7年から3年半にわたって、佐世保鎮守府司令長官を務めた、宝部表大将が、母に99頭を見せるために背負って登山した、ニュースを伝え聞いた松尾が命名したものである。1923年、大正12年に、宝部が海軍大臣に就任した頃には、このエピソードをもとに、 歌まで作られ、その名が広まっている。宇どご井登山道はさらに延長され、大正期のうちに、玄宇戸小芝捨てまで達している。1920年、大正9年に、九州巡行中の皇太子、昭和天皇が佐世保に立ち寄った際、市は特幹工事で展望所を建築した、ただし大雨のために、皇太子の登山は、取りやめとなり、後日に、 土屋正直社が、名城として派遣されている。うど越え登山道の頂上にあるのは、第43号潜水艦慰霊碑である。沈没事故現場が、直接見下ろせる場所としてこの地が選ばれた。これらうど越えエリアの主要な展望所や記念物は、上記のように、大正期にすべて完成しており、登山のロープを経て訪れた観光客の目を楽しませた。1932年、 昭和7年には、佐世保市営バスが、軍用道路を経て、宇戸越えに達するバス路線を開設した。市営バス開業からわずか5年目での路線開発であり、いかに宇戸越えが、観光地として有望視されていたかに実に物語る、例である。しかしバスの開業は、桜道、タスクロー坂の衰退を促すものでもあった。観光客は、慰霊碑から、 新乱症人像まで降りながら観光するようになり、タスクロザ坂より下へは立ち寄らなくなった。うどぼえ観光が可能だったのは、途中の道路が小立に囲まれて軍港が見えず、現地では九十九島方面だけ視界が明けていた地のりにあったが、それでも戦争が近づくと、防雨用のために最新の注意が払えれるようになり、観光など娯楽を自粛する風潮も広まってきたこともあり、 戦前の弓張り観光はうやむやのうちに終焉を迎える。戦後の再開国立公園制定に伴う山頂の観光開発の足がかりとなるのが太平洋戦争を目前に控えて建設された山頂付近の軍事施設と軍用道路の建設である。1941年昭和16年3月に宇土こしバス停より弓張竹山頂を経て田島竹志山頂に至る。 軍用道路の建設が極秘裏に始まった。さらに田島武岳山長に広角砲大式所、通信所、弾薬庫を建設し、田島岳から弓張岳にかけての大根筋に3基の炭素広角砲が設置された。これら諸施設は100人ほどの人員が特管工事でわずか4ヶ月で完工した。1945年、 昭和20年6月の空襲では300発ほどの射撃で応戦したが、戦火は皆無だった。敗戦と共に撤去され、施設の基礎コンクリートや砲座が残るのみとなった。田島武氏の式所跡は、筒子が植えられて、公園となり、尾根筋の砲座は2機がそのまま残された。残る1機は、炭鉱閉鎖が、相次いだ昭和40年代初期に失業者、救済事業の一つとして、 野外コンサートホールに改修され、地元小学校の遠足会場などに活用されている。1955年、昭和30年3月16日に、再開国立公園の指定が告示された。当初は、九十九島への観光船の桟橋があるかの午前、周辺の開発が最優先され、弓張りだけは、知る人ぞ知る存在に過ぎなかったが、1957年、 昭和32年に、秩父宮妃雪子がうどごいを訪問するなど、かつての展望所としての人気回復を望む声も徐々に高まっていた。1965年、昭和40年5月9日、山頂に展望台と、野口宇城の花火が完成して、落成式が行われ、最大の観光拠点ができた。1967年、昭和42年5月には、 藤浦孝の死費も混流された。その2年後の1969年、昭和44年に、再会参加作曲の取材のために、佐世保を訪れ、弓張り岳に登った、ダニーはその死費を見て、そこに刻まれた、空いっぱいにの死を、再会参加に使用することを決意したという。同年11月に、佐世保で初演を果たした、再会参加の石踏みも、 翌1970年には追加された。このように展望所付近には佐世保や再開国立公園にゆかりのある文筆家や芸術家を記念した花費が続々と混流された。この時期には8合目に弓張り観光ホテルも開業し、弓張りだけ観光は頂点に達した。しかし、観光客のニーズが変わり。 企関産業の造船が危機的状況になった佐世保では、1975年から10年ほど、観光事業が下火となり、弓張岳の集客力は大きく落ちた。鹿の子全周辺では、観光船、海洋収益による、乗客増や店見保開発の開始など明るいニュースが多かったが、それと、裏原に弓張岳エリアでは1985年、昭和60年、当時市内、 第2位の収容力を持っていた弓張り観光ホテルが倒産した。このため、佐世保市の観光は危機的状態であるとして、市議会は動揺したものの、弓張りだけ活性策は生み出せなかった。観光事業が回復の兆しを見せるのは、バブル景気とそれを追い風に制定された総合保養地域整備法、リゾート法による観光開発であった。1992年、 平成4年にハウステンボスが開業すると観光客が佐世保の老舗ホテルにも帰ってくるようになった。さらに、弓張岳、かのこ前など古くからの再開国立公園各地の観光地にも旅行者が立ち寄るようになった。倒産から11年、旧弓張観光ホテルは1996年、平成8年に弓張の丘ホテルとして再生し、 弓張りだけのみならず佐世保観光の拠点として機能することになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。